野生ではわからないさまざまなことがわかるようになってきました。ここで当館において得られた繁殖におけるコツをご紹介していきましょう。まずはじめにこちらの2枚の写真を見てください。お腹に注目して見ていただきたいんですが、上の写真、こちらはですね、妊娠初期のメスのシャチの写真です。そして下は、臨月、出産を間近に迎えたメスのシャチの写真です。下の方はお腹がとても大きくなっているのが分かりやすいかと思います。シャチの妊娠期間は約17ヶ月です。カムカンシーワールドでは 16.7 から18ヶ月でした。繁殖期に関してはメスが2月上旬に型で、繁殖周期は約45日、季節的な繁殖期はありません。オスは成熟後は周年生殖の決定が可能です。こちらには1年を通して繁殖が可能ということが書いてあります。続いての写真ですが、こちらは分娩中の写真です。赤ちゃんのお手がちょっと出てきたところですね。出産は通常水中で行われ、1頭の親から1頭の子供が生まれてきます。左側の写真のように尾びれから先に産み落とされる E 分娩というのが多いんですが、時には頭から産み落とされる O E 分娩というのも見られています。分娩時間は通常発生後から約2時間ほどです。ここで実際の映像がありますのでご覧ください。今ですね、赤ちゃんの背びれあたりまでもう出てきています。もう間もなく赤ちゃんが産み落とされます。はい、今産み落とされましたね。この後赤ちゃんは自分の力で泳ぎ水面へと上がり、はい、今初めての呼吸をしたところです。この瞬間が私たち飼育係が一番緊張する場面となっていきます。では出生直後の赤ちゃんの様子を見ていきましょう。こちらの写真の真ん中にいるのが赤ちゃんですが、皆さん背びれに注目して見てみてください。どうなってますか？はい、赤ちゃんの
ます。餌やりをする珍しい行動が観察されています。
機能したらちょっとトイレ行ってから。はい、ゆっくり行ってください。はい、行きます、ね。